シチュエーションいいですね。こんな感じ。おはようございます。2日目の朝でございます。いや違うな、車中泊1回やってるから3日目の朝ですね。3日目の朝でですね、これ旅小屋に泊まると朝ごはんパンとコーヒーとオレンジジュースと飲み放題食べ放題。今泊まってるのがファミリーロッジ旅小屋壇ノ浦パーキングエリア店です。あそこに、あれ関門海峡なのかな、見えます？部屋すいません、こっちだけ使ってます。ここすごい安くて、一人で泊まると5500円なんですよ。で2連泊して部屋の掃除いらないっていうと1100円引いてくれるんで2連泊してるんですよ。昨日ちょっとトラブルがありまして、で僕ここのパーキングエリアからコンビニに行こうと思ったんですよ。でこれパーキングエリアなんで、コンビニ行くには一般道降りなきゃいけないっていうのをすっかり忘れてて、で関門海峡ナビ入れたらですね、関門海峡渡れっていうんで渡ったんですよ。そしたら ETC でもう一回出なきゃいけないんですってね。で一回出て、その記念すべきこの旅の ETC 料金がいくらだったかっていうのをカメラ回してなかったんで撮れなかったっていうのがまず一つで、あともう一つはですね、ここパーキングエリアの中にあるんで一般道からもう入れるんですよ。でそれを俺すっかり忘れてて、またもう一回高速に乗ってこっちに戻ってきちゃったんですよね。なんでこれからまた出ようとすると、一回こっから行くとですね、もうしょうがない関門海峡をもう一回渡って降りて、で今度はトンネルで戻ってくるか、もう一回関門海峡を渡るかで、どっちにしろ金がかかるんですよ。まあ、金がかかるって言っても確かですね、250円の500円ぐらいで済むので、まあいいっちゃいいんですけど、もうちょっと冷静にいろいろ考えればよかったな。で昨日の夜のうちにコインランドリーで洗濯して、この目の前にあるんですよ。あそこの目の前にあるんで、目の前ってもう敷地内ですよ。ほんとマジ目の前なんで超楽でいいですね。こうやってかけときます。部屋の加湿にもなるし乾くしで、めっちゃいいですね。でハンガーが6個あります。これ旅小屋ってハンガーどこも6個ぐらいあるみたいですね。めっちゃいいっすね。洗濯したし風呂も入ったしいいっすね。でかなりリフレッシュしたんで、こっから下関をちょっと堪能してみたいと思います。で受付の人に少し話を聞いてみたんですよ。そしたら下関って割合どこでも釣ってもいいんじゃないかっていう話でした。ただその受付の人が釣りが趣味ってわけじゃないから、もしかしたら違うかもしれないからごめんねみたいな、まあそんな感じですよ。とりあえず行きましょうか。今ですね、時刻は8時24分。さすがに疲れがたたってて朝まずめ前には起きれませんでした。ごちそうさまです。じゃあ行きましょうか。夜の間に雨が降ったっぽいですね。それでですね、バッテリー、昨日はホテルというか宿に泊まったんで車システムオフにしてたんですよ。そしたらバッテリーの温度バッチリ下がりましたね。覚えてらっしゃいますでしょうか。昨日車中泊した時にずっとですね、暖房つけっぱなしで寝ていたら、朝起きたらそれほどバッテリーの温度が下がってなかったんですよ。なのでシステム起動してかつ暖房をかけていたっていう状況だと、バッテリーの温度はそれほど下がらないのかもしれないです。外気温は9度ですからね、昨日の夜と変わらないわけですから。なるほどね、わかりました。でちなみにこちら右下ここですね、これ走行距離なんですけど、走りましたね。東京横浜からトリップ、リセットして1000キロ、ここまで1000キロか、結構走ってきたな。まだバッテリーは 76% あるんですけど、ちょっとですね充電していきましょうか。左前に急速充電器があるんですよ。これパーキングエリア側なんで充電が使えます。一般道側から入っちゃうとこの充電器にはアクセスできませんのでご注意ください。ここはなんか珍しくお尻から入れた方が良さそうな急速充電器ですね。これすいません、ちょっと見にくいんですけど 77% バッテリーが 77% ある状態で急速充電あんまり効率良くないですよっていう動画を撮ろうと思ったんですけど、意外にですね入ってますね。 35kW ぐらいで入ってます。でこれはおそらくですね、バッテリーが十分に冷え冷えだからじゃないかなと思います。なんかいろいろあるんですね。バッテリーは十分に冷えてますからね。こんな感じでございます。であと 22% 充電すれば満充電になるんですけど、だいたい 12kW ぐらい分充電すれば満充電になるんですけど、30分ではおそらく満充電になりません。でこれ繰り返しになりますけど、なぜかというとですね、
バッテリーの特性上、満充電に近ければ近くなるほど充電の強さっていうのを減らすんですよ。そうじゃないとバッテリー傷めますからね。熱をめっちゃ持っちゃったり爆発したりしますから。まあこんな感じです。明るいんでちょっと周り撮影していきます。どうですか、これ関門海峡ですよ。こっから見えるんです。超いいっすね。いいなぁ。で、昨日は高速道路からこう降りてきて、ここはパーキングエリアがあると思って、旗小屋があるって言って調子に乗って旗小屋そのまま止まっちゃったんですよ。で、止まってコンビニ行こうと思ったら、こっからですね戻れないんで、一方通行でずーっと向こうまで一回渡って、そこで U ターンしてまたもう一回渡って、こっち側のコンビニに、コンビニというかスーパーに行って買い物して、で間違えてこっちまた高速乗って戻ってきちゃったんですよ。なんで無駄でしたね。出るのはいいけど、できれば手前で降りて、ここで止まっ、手前で降りて、そんで一般道でこっちに行けばいいみたいです。向こうの裏の方からですね一般道入れるっぽいですと思ったんですけど、もう 22kW しか出てないんで、これ通常の半分以下なんですよ。なんでもう充電やめます。充電やめて出発しましょう。これ見えますか、僕のミスのせいでパーキングエリア入っちゃったもんですから、もう一回、もう一回というか唐戸の港に行こうとするとこんだけかかるんですよ。20分かかるんですよ。歩いて行けば、これ20分って書いてあるんですけど、距離は 1.6キロ、 1.6 キロの距離を高速使ってお金払っていかなければいけません。まあこれ失敗ですね。いい勉強になりました。まあ明るいうちに関門海峡を映せるんで良かったんじゃないですかね。で、俺昨日自分で撮ったビデオを見返してみて、当初のコンセプトってリーフの E プラスがガソリン車並みに普段使いできるかってコンセプトで始めたんでしたね。なんか途中でコンセプトが微妙に変わって、リーフをレッドゾーンに入れようみたいな話になってました。お、来た、関門海峡。やっぱりワイドで撮れるといいっすね。すげえ、超景色がいい。おー、すごいな。この左右の海のあたりをお見せできないのが残念ですけど、そこら辺はですね実際にここまで旅行に来てもらって、それで見ていただくということで、まあもう一回戻ってくるんですけどね。どんだけの関門海峡マニアだって話ですよ。で、一回ここで降りまして、で ETC をくぐって U ターンしてまた ETC くぐります。で、これ ETC なんですよ。料金がめっちゃ安く出てますけど、あ、200円だ。これ昨日のうちにですね一回降りちゃってるんですよ。1万4000いくらかでした。そんでもう一回乗るんですよ。なんかもったいないといえばもったいないですけどね。これで関門海峡渡るの4回目ですね。昨日も2回渡ってますから、今これ九州側から下関の方に戻っております。あ、でも関門海峡何回渡ってもいいっすね。素晴らしい。で、今日の予定も例によって全く何も決めてないんですよ。ただ単にここの壇の浦のところに旗小屋があったんで、衝動的に泊まりたくなって泊まっちゃったってだけなんで。ただ昨日夜の間に Google マップとか、あと宿にガイドブックみたいなのがあったんですよね。それを見ていろいろ考えてみた結果、唐戸市場っていうのが割と面白そうなんで、そこに行ってみたいと思います。で、唐戸市場のあたりで、まあ、釣りをして、ここら辺をちょっと海岸線沿いにぐるっと行こうと思います。まあ、ただ予定は未定なんで途中で変わる可能性もありますんで、そこだけご了承ください。で、 ETC ですよ。多分また200円じゃないですか。分岐を左方向、よし、どこに書いてある、あれ、280円やった。なんでだろう。次は関門トンネルっていうのを通りたいですね。まあ、通りたいですねっていうか、次あそこの旗小屋に今日ですね、今日これ市場出口です。お、その先右左方向です。はいはい、あ、ここで一回左に降りてってことですね。はいはい、唐戸市場に行って、その後に下道で戻ってきます、旗小屋に。で、旗小屋から出発はまた下道ですから、今度は矢が王でも関門トンネルになるんですね。海沿いの道行きましょうか、せっかくなんで。うん、前方に関門海峡が見えますね。あ、グリッと回ってきたんす、グリッと。お、なんだ？
お、海来ましたね。え、ここら辺釣れんの？釣っていいのかな。あ、釣り禁止って書いてありました。禁止ならしょうがないですね。関門トンネル人道入り口っていうのがここにあるらしいです。おー、下からだ。へえ、こうなってんだ。なかなかレアですね。まあ、地元の人にとってはレアでもなんでもないかもしれないですけど、こう旅行者としてはこういうのすごい嬉しいんですよ。へえ、すごいな。釣りはここら辺はずっとダメなのかな。どっか一個でも釣り竿を出してる人がいればその人にいろいろ聞けるんですけどね。まだここに来てから一回も竿を出してないんで何とも分かりません。来ましたね、唐戸市場。唐戸市場って読むんですかね。とりあえずちょっと行ってみます。おー、海が見える。いいっすね。どっちだ、右か。右っすね。おっす、フグだ。あ、釣り人いる。よし、あのちゃんにいろいろ聞いてこよう。市場がちょろっと見えるんですけど、もう閉まっちゃったのかな、時間が悪かったのかな。駐車場が見当たらないんですけど、どうもこっちはダメっぽいっすね。駐車場はどっか他に、あ、あった。あ、業者専用って書いてある。どういうこっちゃ。ここだ、駐車場ありました。30分120円、安っ。ボタンを押して安いな。駐車券をお取りください。で、俺この駐車券なくす自信絶対ありますからね。まずなくすでしょうね。屋上あるからせっかくなら屋上にしましょうか。眺めは絶対にいいはず。おお、すげえ。あー、屋上にしてよかった。すんばらしい。ほら、どうすか、やばいっすね。屋上こんな感じです。すごいいいな、俺ずっとここで住みたいわ。とりあえず釣り人がいるんであそこで聞いてみます。なんかある、ご飯作ってんのかな。入れた。うん、魚の匂いがする。おー、すごい。閉まってる店も多いですけどやってる店もありますね。やべえ、超いい。あ、ここ有名じゃないですか、市場寿司。ジャッキーチェーンがこの市場で戦ったら絶対あそこのイケスには入るでしょうね。でフグがいるんですよ。フグを口に加えて立ち上がるみたいな。で最終的にはフグを武器にして悪役を一人二人倒す。市場食堂、あ、ここら辺ありますね、いろいろね。11時から。あそこ安いですね、唐戸食堂。で安い食堂の隣には安い食堂があるんですよ。ドドン、朝パン食べなきゃよかった。まだ腹いっぱいなんですよ。ちょっと市場を見学してから飯食います。うん、向こうにもなんかいろいろある。上から見渡せるのはいいっすね。何かあると思って来てみたら会議室だった。俺がジャッキーチェーンだったらあのフグを倒して悪者をまとめて倒すかな。で一番強いやつはあの中に入っちゃってもあれを破壊して出てきて戦うみたいな。ジャッキーチェーンの武器になる。なんだこれ、どうやって食べるんですか。いろいろ売ってますね。なんかこういうのいいっすよね、買いたいな。でも最初は買い物せずに地元の人と話をしてから、ジャッキーチェーンだったらこれで絶対ガブってやるでしょうね。すいません、でも目線が全てジャッキーチェーンだったらどうするかみたいな。イカ耳は食べたことあるんでこれ食ってみたいですね。デビラカレー、うん、買います。じゃあ1個これ、いやもうでかいのでしょう。これ750円。はい、じゃあ1個叩くんですよね。硬いところでハンマー、一週間しかなんかハンマー、はい、バーンと叩いて、あー、つやしてベロンベロンにして、ね、はい、今日叩いて、はい、どん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 1個叩いてみてもらっていいですか。1個はない。あ、これ開けて俺が買うやつ。いいの、あ、いいですよ、いいですよ。ハンマー売ってないですよね。さすがにハンマー売ってないですよね。あ、はいはい、頭も、あ、結構しっかりやるんですね。いや、もうしっかりやる。うーん、この骨がね、はい、砕けるって大変だけど、うん、やをならんやろう。なるほど、すごいな。炙った方が美味しいですか、やっぱり。炙らんだからね、生や。あ、炙、あ、生なんですか、うん、炙らなきゃダメなの。漁師が焼け取ってからはい、潰ししてる。潰し、あ、骨の上でホッショなんライターでもいいですか。
それライターじゃダメ。お好きなようにダメちゃうね。わかりました。あんじゃこれ普通あの、はい、これでこうやってトースターでビー、はい、初めてですね。デビラ炙んなきゃいけないって言ってたんで、どっかで火起こして炙りたいですね。でコーチで聞いてみたらですね、水曜日だから今日市場休みのところが多いんですって。なるほど、そういうことか。んエビみたいなやつだったらここで食えるの。でもせっかくだから地のものが食べたい。これは兵庫サザエ1500円。いいな。あ、出た、山口県産レンコダイ。これキリコバラコって安いような気がするな。バラになってるから安いんでしょ。クジラだ。俺結構クジラ好きなんですよ。休みがいいですね。まあまだ明日もありますから、明日もう一回来ましょうか。すげえどでかいクエがいる。今見たね、こっち。そうか、アンコウも有名なんだ。これ550円ならいいの。とりあえずまだ腹減ってないんで、ちょっと釣り人にインタビューしてみたいと思います。おー、でもすごいな、こんなとこで釣れるなんて超いいな。今聞いてきたんですけど、ここら辺ルアーはあんまり適してないって言ってました。もうちょっと奥の方がいいんじゃないかって。ただあんまり釣れてるの見たことないよって言ってました。ちょっと何人か聞きたいですね。あそこにもいる、聞いてみよう。すごいですね、朝から。いや今ですか。それ30分か40分ぐらい。マジですか。へえ、すごいな。おお、また釣れた、すごい。いいですね。本当だ、青ピンク白。自分で作れるんですね、うん、はあ、すごい。おお、で春巣ね、はい、この春の歌だったら3号になってるけど、それを 1.2 とかに落としちゃうんですよ。ああ、はいはいはい。それから高い数字ってこうやって、これきちんの3ででも何歩でもこれで上がる。あ、そうですか、うん、すごいですね、うん、水温が低くなって潮水があのだんだん透き通ってくると、大きな味はね、春巣が大きいと不安。あ、そうなんですか。船で釣るならいいけど、はい、うん、浅いから。ここはいはいはい、だから晴れそうと、これだから並んで人と釣るとワスメしか食われて、みんながガンでかかってるなるほどそういう秘訣があったんですね、うん、ある。すごい、超達人だった。いろいろ教えてもらった。でもただ釣り禁止って書いてあるけど、いいのかな。まあ達人だからね、達人だから。あ、このイケスで釣っちゃダメってことなんでしょうね、きっとね。お、すごい、うようよしてる。見えます？すごいな、こりゃ釣り禁止だわ。ジャッキーチェーンが落とされたら 2,3 匹抱えて持ってくるよね。で、市場のおばちゃんにホイッみたいな。お、すごい、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる、すごいっす。あそこもぐるぐるしております。ズームレンズあるんだった、忘れてた。ぐるぐるしてるっしょ。なんかあっちのところにも食べ物屋あるから行ってくればっつって、さっきのおっちゃんが、釣り名人が教えてくれたんで。今2人インタビューしたんですけど、2人ともルアーやるならあっちだって言ってました。ただあそこで釣れたのはサワラの50センチぐらいのやつが1匹だって言ってましたね。2人ともそのサワラの話してたんで、まあ珍しいってことでしょうね、ここでサワラが釣れるのは。ただあそこでアジがあんだけ釣れんのはいいな。うん、よし、アジングしよう。あの人がサビキあのコマセ巻いてくれてるんで、アジ寄ってきてるでしょ。ちょっと釣りします。これ覚えてます？出発前に買った100均ダイソーで買った衝撃吸収パッド、これをこう切るわけですよ。でワームの代わりにして釣れるかどうか、ちょっとでかすぎるかな、半分ぐらいにしますか。焦げな感じです。これでアジと根魚狙ってみようと思います。どうすかね、これいける？ちょっとやってみようか。うん、例によって全然釣れないっす。全然釣れないっすけど超楽しい。これちょんちょんツンツンやりながら、ここ左からこうぐるーっとぐるーっと回ってこっちまで戻ってきて、でちょっとルアーを変えましょうかね。俺の釣りの腕が悪いのか、これがダメなのか。まあ俺の腕が悪いんでしょうね。変えます。ダイソーの 18g ちょっと投げてみます。そこを取りながら。ルアーはほとんど釣れないって言ってたんであれなんですけど、でもちょっと投げたいんですよ。しまった、いきなり根がかりだ。
おお、奇跡、帰ってきた、帰ってきたよ。見えます？イカスミがあるんで、イカは釣れてるっぽいですね。おお、釣れてる、すごい。これもうまいっすよね。いいな。サビキってわけじゃないんですよね。ありがとうございます。俺は全然釣れてないですけどね。よし、頑張ろう。こいつは25あるちっちゃいの逃がしてもこれですか。すごいな、すごいっすね。あれ、これ、あ、これもハギだ。あ、すごい、釣れるんだ。よし、これはタナゴ。タナゴ、よし、俺も6号の針買ってきますよ。で、浮き釣りに変更します。あー、すごい、すごいな。腕があれば釣れるんですね。あれ、これタイじゃないですか。綺麗っすね。なんていうメーカーなんですか。ひ、はや、はや、なんだろう。これいくらぐらいですか。これ400な、400。あ、じゃあそれで針で、あ、糸で自分で仕掛けを作って、あ、なるほど、ありがとうございます。はい、太陽が出て暖かくなってきた。そんで俺は全然釣れないわけですよ。あ、おまわりさん来た。なんだ、あそこで釣ってたおじちゃん、いい時に帰ったね。もう全然釣れなかったんですけど、このルアーが生き残って生き返って帰ってきてくれただけでもう嬉しい。じゃあちょっと飯食います。飯食いましょうか。飯を食う。すげえ人が増えてきた。一人でラッキーでしたね。もうなんか予約でいっぱいだって言ってみんな断られた。でですね、僕あの彼の骨まで食ったんですけど、特殊な訓練を受けてるんですよ。だから食えるんで、いい子は真似しないでください。さあ飯も食ったし、どうしようかな。もうちょっと釣れるというか釣りをします。場所を移動して釣りたいと思います。あ、でももうちょっと見てないところも見たいな。いや、ここ離れがたいっすのが気になるんですよ。マグロ屋さんのみたいな、マグロ屋さん。ウニもあるね。ウニどこさんなんだろう。ちょっとすげえいい色してんな。うまそう。これスジカツオっていうのはここら辺のやつなんですか。ここら辺で取れたやつ。ああ、なんですか。すいません、これ甘エビ一つでもらいます。これはこのカラトで取れたやつってわけじゃない。養殖ですね。あ、養殖、はい、これは特にカラトってわけでもないです。これはね、カナダで取れてるやつ、仙台で冷凍してるんで冷凍できる。あ、はいはい、はい、いただきます。甘エビ買ったんですけど、まさかのカナダ産だった。すげえいい感じですね。どうすかこれ、めっちゃいいでしょ。すごいな。で、甘エビ買ってどうすんだよって思った人いらっしゃると思うんですけど、お、僕の車冷蔵庫ついてるんですよ。ついてるっていうか買って置いてあるんですよね。で、これをですね、温度をマイナス20度にしておきます。ちょっと見にくいですけど、これで見えるかな。こうすれば余裕ですね。今庫内の温度が17度、しばらくするとマイナス20度になります。で、今日は1日釣りをするんで20度にしておいて、中に飲み物がありまして、それが冷えるとまあちょうどいいぐらい。エンジン切ってても、エンジンはないけど。今初めて知ったんですけど、下関の先っぽ彦島って言うんですね。島になってるらしくて、その先っぽまで行けるんですよ。なんで先っぽ好きとしてはぜひ行きたいですね。 Google ナビがうるさいですね、すいません。しばらく道なりです。ほい、やべえ、駐車券ないぞ。どこやった。でもどこもゴミ捨ててないし、どっかにあるはず。ちょっと探します。あっさり見つかった、よかった。はい、さあおいくらで。もう30分120円ですからね、安いもんでしょ。いくら料金は840円だ。結構するな。やべえ、お釣りを落とした。後ろに人がいるんで取りに行けないんですよ。ちょっとここで待機してですね。ん、カラト商店街。
カルト商店街ありますね。なんかその偏見かもしれないですけど、こういう商業施設の中にあるやつよりも近くにある商業施設じゃない商店街の飯屋の方が安くてうまかったりするんですよ。商業施設はテナントの諸場代が高いっていうのと、あとは黙ってても人が来るんで、それに対抗してちょっと離れたところがうまかったりします。右の方見えます？なんかちょっとレトロチックな建物ありますね。今からですね、下関の駅の前にです下関の駅の前にダイソーがあるらしいんですよ。結構でっかいやつなんで、釣りの道具をちょっと買い込んでこようかなと思います。リーダーがないのと、あとはあのルアーも多分なくすと思うんですよね。なんで、あとこれだ、ずっと探してるスマホ用のリモートシャッター、これ絶対なくすと思うんで3つぐらいは買っときたいんですよ。これ100円商品じゃなくて300円商品なんで、あるところとないところはあるみたいですね。でもあれから探そうと思ってダイソー5軒10軒ぐらい行ったんですけど、まあ行ったところが悪かったんでしょうね。今まで見つけられませんでした。ここにあるといいんだけどな。大丸もあるんだ。そしてすごい、下関のここら辺急速充電スポットがはちゃめちゃある。あ、閉まったな。これ何が閉まったって、僕駐車場のことを全然考えてなかった。大丸の中に止めていっぱい買えばいいのかな。ここら辺のはずなんですよ。 P って見えます？ P 右側に見えるけど、これ行っていいのかな。ダメだ、ダメっぽいですね。あ、下関駅ビル、ちょうどよかった。下関の駅もどんなもんか見てみたかったんですよ。やべえ、さっきのところが駐車場だったっぽい。2周目です。3周目だ、もう完全に不審者だこれ。駐車料金もそんな高くなかったんで、あそこで止めます。多分もっといいところあると思うんだけどな。大丸に止めればいろいろ安くなるんじゃないかと思うんですけど、でもなんか入れないんですよ。どうすかこの超角度、めっちゃ入りにくいこれぶつかんじゃないの？マジっすか、やめてよ。これはきついな、これはきついぞ、きついぞ。よっしゃー、待って、焦らせないで。いやこれきついよ。どう、出るのはめっちゃ楽。じゃあ参りましょうか。ちなみにですね、僕が車にモバイルバッテリーを積んでる理由は何でかっていうと、この停車してる時にこっちのこれナビ用のiPhone X なんですけど、これを充電できるからなんですよね。だからこれが超いいんですよ。モバイルバッテリーじゃなかったら車これエンジン切っちゃうと充電できなくないですか。でもそれを補うというこの天才的な技、いいですね。でしかもこれ、このモバイルバッテリーパススルー充電っていうのがあるんで、システムオンだとこれ、この USB から本体っていうかモバイルバッテリーあるでしょ。でこっからこう伸びてる、このくるくるくるの伸びてるやつがこっち。システムオンの時は電気がこう来てこう行くんですよ。だからこれをスルーするんですよね。パスしてスルーするんですよ。でこっちの外に、一番外側に繋がってるやつが満充電になると、今度はモバイルバッテリーの充電が始まっていくんです。これ考えたやつ天才だと思う。でパススルー充電対応のモバイルバッテリーって数があんまりないんですよ。というわけで参ります。あれが下関駅で、これ下関の案内板で、私がですね今いるのはここなんですよ。でこれが彦島っていうらしいです。ここら辺で釣りをしたいなと思ってんですけど、どうしましょうね。とりあえず下関の改札が見たい。フグの提灯がお出迎え。ちなみに僕電車マニアでもなんでもないのであれなんですけど、でも改札だ。下関っぽいのはなんかあんのかな。あ、なんかあの島の橋有名ですね。釣りしていいのかな。いいなら行ってみたい。そう、ダイソーに来たんだった。ダイソーに、なんかおかしいなと思ったら、この建物じゃなかった、あの奥にある
シーモールっていうところらしいですね。もう完全にスタッフ通用口みたいな感じになってるけど、ここだ多分。あれ大丸にダイソーがあんの？大だからあるかもしんない。こっちが大丸でこっちがシーモールなんだって。マックスなんかダイソーかと思ったらマックスバリーだった。ダイソーぐらい勢いのある会社だったら多分ね1階にあると思うんですけど、どうですかね。余裕で3階だった。ユニクロ靴下買っとく。ザ・クリスマス、ユニクロに先に参りましょう。これでしょう。これの半袖が欲しいんだけど、半袖はもうないっぽい。このスーピーマコットン超いいっすよ。ここのダイソーでかすぎだろ。すごいな、すごいね。大丸側にもダイソーすごいっす。これは期待できる釣り道具あるんじゃない。これ割といいらしいっすね。買おう。ちょ、わざわざ旅行中に買わなくてもいいって話ですけど、すごいね、いろいろあんね。あったあった、これですよ。もう釣り道具はないんだよな。釣り道具あるらしい、あのメガネの横。ここだったか、さすがにわかんないな。まずこれでしょ。本当は4号が欲しいんだけどないっぽいね。でスナップ、これは何個あってもいい。でサビキはあの人たち6号って言ってたな。針が6号ね。針っす。投げサビキをやるので適当に買ってこう。3、4、4つ。あんまりやったことないけどこれも買っとこう。これもあとですね、ジグは2個ずつぐらい買っといてもいい。俺結構なくすんすよ。とこれとこれ、ブルピンしかないね。こんだけ買えばいいでしょ。いいでしょっていうか買いすぎでしょ。やべえ、超お得じゃん。こっちの方駐車場3時間無料だってやばいね。いや今ダイソーに大体何でもありますね。俺の好きそうなやつは安くていいわ。さあじゃあ釣り行きますか。あんだけ買えば多分3ヶ月4ヶ月ぐらいは余裕じゃないですか。でこっからどう行くかというとですね、まだ全然決めてないんですけど、とりあえず先っぽまで行きましょう。この彦島のだいたい18分ぐらいで行けるらしいです。駐車券これ本当になくしたっぽいっすね。あれあったっぽい。これかな、これでいいのかな。よし、なんとかなりました。行きましょう。こっから彦島の先っぽまでだいたい18分、距離にして6キロらしいっす。釣れるかな。釣れるといいな。今渡ってるこの橋から向こうが彦島なのかな。すみません、読み方がよくわかんないんですけど、これでも先っぽの島に入りました。なんかすごい空が綺麗だな。左方向です。風はおー危ね。風はちょっとありますけど天気が良くてすごいいいですね。釣り日和ですね。おーすごい、タケノコ島、ハエ止まりポート、ハエ止まり。へえ、良さそうっすね。これがですね、島の右側、東側ですか。良さそうですね。よし、ちょっと東側のこの海沿いでぐるっと行きましょう。とりあえずどっかで竿を出すか、釣ってる人に話を聞きたいっす。どんな感じになってんのか。なんか海水浴場みたいな感じではありますけどね。車も右側のところ置けそうな駐車場みたいな、公園みたいなのありました。あーいい感じっすね。見えます？右側は磯場になってますね。右は磯、それでテトラが組んであります。あ、テトラ見えるんじゃないですか。でもテトラはな、ちょっと怖いんすよね。釣り人が今のところ全然いないっすね。見えてないだけなのかな。
海沿いはもうここで終わりですね。登れそうで登れないんですよ。だからみんなやってないのかな。どうすか。すげえいい天気っす。これは釣り日和だ。釣れるかどうかは別として、これがなんとか漁港なんですけど、釣り人が全然いないんで、もしかしたら全面釣り禁止の港なのかもしんないっす。とりあえず予定を変更して、一番端っこ、そっちの方に向かってます。これを渡るともう一番端っこなんじゃないかな。なんか工業のところで入っていけないっすね。いけんのかな。一応道はあるんですけど、あれ門が完全に閉ざされてないっすか。あ、いける。よし、ちょっと頑張ります。 Google マップだと先っぽの海に面するところまで道があるって出てはいるんですよ。ただ断崖絶壁だったりしますからね、もしかしたらダメかも。そしたらちょっと戻って釣れるところ、あの公園に場所を移動しようと思います。あ、これはダメじゃないかな。多分ダメじゃないかな。あ、いけるな。いけますね。指導じゃないよね。ないよね。オッケー。あー、でもなんか嫌な予感がする。戻れるうちに戻って、歩いていきます。これアラウンドビューモニターがなかったら地獄でしたね。アラウンドビューモニターほんとつけといてよかったっすよ、これ。一回使ったら虜になると思います。多分皆さんそんな高いオプションいらねえよって思うかもしれないですけど、絶対あった方がいいっすよ。聞いてきてよかったです。ここら辺はもう私有地だから入んない方がいいんじゃないかって言ってました。まあ別に入っても怒んないだろうけどっていう感じでしたね。まあやりたきゃやってもいいけど、今日は風が強いから、まあやりたきゃやればみたいな感じでした。優しいっすね。怒られるかと思ったら全然大丈夫だって。ただとはいえ、ここまで来て釣るときは誰かに聞いてからの方がいいと思いますよ。僕のビデオ見て、いやあいつはいいって言われてたって言って釣っても多分ダメっすよね。その家の人の迷惑になるんで、まあやめときましょうっていうことにしときましょう。やめときましょう。ここの先っぽでは釣りはできないということで。なんか釣りここら辺ちょっと難しいっすね。指導になっちゃうんすよ。なんで U ターンして帰ってきました。歩いていけないことはないんでしょうけど、でも市道って歩いても行っちゃダメなような気がするんですよね。なので Google マップで調べた釣りが確実にできる公園っていうところに行くことにします。ここ左っすね。なかなか分かりにくい。おー、海だ。いいですね。海降りる、こっから降りれるらしいんですけど、なんか岸壁が風化してボロボロだから気をつけろって言ってます。あ、意外に近いっすね。ただ問題は車をどこに置けるんだっていう話ですよ。なんであそこ降りれそうですけど、ちょっとあそこはやめときましょう。来た、ここだ。西山公園なんですよ。すごい綺麗な公園なんですけど、海へは行けません。あれ、情報が古かったのかな。しゃあないな。どっかここら辺釣れるところあんのかな。やっぱ釣り場って事前に調べてこないとダメっすね。ダメっすねっちゅうか、まあ俺が調べなさすぎっていうのはありますけど。さあさあ、もうこれこう、おー、さっき通ったなんとかサンビーチ、あそこのビーチに行ってヒラメとマゴチを狙いましょう。で、今3時半なんで、もうこれ以上場所ロケハンで探しちゃうと釣れずに終わる可能性大なので、もうあそこのサンビーチで粘る。ここですよ、左側。さっきこの左の道をバーッと行ったわけで、ぐるっと回ってきたのか。目的地は左、ヒラとヒコットランドマリンビーチ。ヒコットランドマリンビーチ、ヒコットランドマリンビーチです。セブンイレブンもあるならもう余裕じゃん。あ、すごい、なんか突き出た何かがある。あれはもう釣ってください。あ、釣り人いるね。よし、ちょっと話聞いてこよう。ヒコットランドのヒコって、ヒコ島のヒコなんだ。
いいっすね。ほらここら辺も多分釣れるし、ここ中央もありますよね。そしてここ東側取ってマリンスポーツ、おお、いいじゃないですか。とりあえず聞いてきます。ナイスビューパーク。さっきここら辺竹の子島行ったんですよ。竹の子島はちょっと釣っていいところがあんまりよく分かんなかったんで、でここら辺は壁があって登れなかった。でここも入れなかったんで、今そんでどこだ、ヒコットパーク、あここだ、ヒコットランドパーク。であとここら辺もどうなんだろうな、このここら辺も釣れるのかな、ダメかな、ちょっと見てみたいですけど、今日はもう時間がないんでやめときましょう。こんな感じです。あれはなんだろう、トイレかな。さあ釣るよ。風がうるさくてすいません。ここ陣取りました。であそこの人に聞いてみたんですけど、ここら辺はシーバスヒラメ行けるみたいです。で車はどこもあんまり置くところがないですよねっていうことで意見が一致しました。というわけで頑張ります。まずはサグリース、ダイソージグに蛍光シールを貼り付けたやつ、いきます。全然釣れないけど超楽しい。もうそろそろ超寒いね。でもまだまだいけるよ、サンダルで。海も綺麗。全然釣れないけど超綺麗。全然釣れないけど今から本気出す。今日はここでずっと釣ると言ったな。あれは嘘だ、俺は移動する。まあまた今度っすね。でもすごいいいとこっすよここ。ほら水も超綺麗だし、夏に来ても面白いかもしれないですね。でここ釣り場、ここと、あと向こうもあるっぽいっす。向こう側行ってもいいんすけどね、でも多分そんなに変わんないんじゃないかなと思います。太陽はあそこに沈んでるんですけど、残念ながら雲がかかってて夕焼けが見れない。ありがとうございました。車ってあったかい、最高だ。なんかめちゃめちゃいい絵撮れてるでしょこれ。すごいね、すごいね、すごいね。ほらほらとか言いながら車ぶっけたりしてね。下関の素晴らしい夕日をご覧ください。これは私には分かりません。マジ、なんかシリが反応したよこれ。よっしゃ、あしまった、晩飯どうしよう。甘エビが冷蔵庫の中に入ってるんですよ、車の。甘エビ食っちゃおうかな。旗小屋の中で食うとすげえ魚臭くなりそうで申し訳ないですね。よし、あそこの公園で食っちゃおう甘エビ。ちょっとセブンによってですね、欲しいものがあれですよ。なんかこのコンビニのレジのアルバイトの男の子人がめちゃめちゃ愛想が良かった。さあやってまいりました。風の音がやばいね。これ昼間買った車エビ、冷蔵庫っていうかマイナス20度の冷凍庫に入れてたんで全然氷生きてるでしょ。やばいっしょこれ。つうかさらに凍ったっぽい。あ大丈夫大丈夫、よしよし。そしてこの公園にまた戻ってきたわけですよ。あ何、犬だ、野良犬、野良犬、フレンチブルドッグの野良犬がいるぞ。それでさっきセブンイレブンで温めてもらったこのご飯、やばくない、このあれ湯気が映んない、これ熱々なんですよ。あ猫が来た、ギャラリーが来た。どこにいるニャンコ、一緒に食おうぜ。おいるじゃん、いいよ。エビ食う、一緒に。甘エビならあるぞ。ちょっと待って、頭食うかな。ウリ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 、うまいぞこれ。ちょっと待て、これ剥いてやる。剥き剥き剥き、ほれ。まあ置いとくからゆっくり食え。でこのリモコンですよ、手が多少汚れてても携帯汚れなくて済む。でこれをここポチって、やべえな氷が多すぎるな。氷は捨てよう。でおお、サブサブ、やばい、これはね長く続かないよ、長く続かないっていうか長く持たない、短期決戦だ。おお寒い寒い。でこちらに食ったあれをやりたい。うだつ、寒い寒い。今日の飯は超豪華甘エビ丼なんですよ。ちょっとタイムラプスでいきますね。甘エビ剥かなきゃいけない。
できました。豪華甘エビ丼。いやー来たねー来たねー来たよー来たよー。冷てー。これ下にポイポイしてんのは水っすから、水ですからね。あれあれあれ箸、あれ箸入れてくれたと思ったんだけどな。どこ行った。あれあった。うわあ、いやー大変ですよ。で醤油とわさびなくてもうまいんですけど、全然いけます。あれ根っこ、根っこどこ行った根っこ。あエビ頭食ってますね。割と好きみたい。でこちら近江市場で、金沢ですね、金沢の市場でおばちゃんがですね、これは役に立つから持ってきなっつってわさびをめっちゃくれたんですよ。そのわさび、いろいろ喋ってたのに全然取れてなかったな。これどっち気象だぜ。ではいただきます。こちらの怪しい緑色の鼻水みたいなやつはエビの味噌です。ほら鼻水とか言うからなんかちょっと鼻水っぽくなっちゃったじゃん。いただきます。うん、ゲロうま、安定だねこれ。うまいよね、間違いないよこれ。これねもうね、下田のものを買いたいと思って甘エビ買ったら、どこさんって言ったっけ、カナダさんって言ってたっけ。いただきます。絶対うまいでしょこれ、絶対うまいでしょ、やばいよ。うん、星3つ。よし。俺はね、にゃんこ先生にこれを一緒に味わってほしいんだよ。ほいほいほい、あるぞ、ほらほら、ここ置いとくぞ。食え、これ食え食え食え、ここ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 、ほれ。あ、ごめん、食いづらい食いづらい、ここここ置いとくね、ほらここ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 。どう、うまくね、うまくね。あー、お気に召さない、あ、お気に召さないみたい。じゃあ俺これ食うよ。うんうん、やめとこう。まあ置いとくで、置いとくでゆっくり。あ、もう背中向けちゃったもんね。まあ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 、気が向いたら食ってよ。さあさあさあ、あれおかしいな、あの猫グルメだな。エビの頭は食ってんだよね、綺麗に。あ、食ってないじゃん。なんだ、エビが甘すぎじゃないのか。これちょっとゴミ、ゴミ、じゃあゴミ捨てとくよ。分かった、悪かったよ。今度なんか別のやつ持ってくるよ。何が好きなんだろう。いただきます。これがですね、このエビの味噌は途中で寒い剥きながら食っちゃったんですよね、半分ぐらい。もうね、究極のこんなんでいいんだよ丼。やべ、人が来た、人が来たから喋れなくなってきちゃう。ニコニコ生放送中です。ゲロマだなこれ。うまい。これセブンのパックのご飯なんで1個多分80円ぐらいなんですよ。で80円にエビがこれ400円だったでしょ。で480円。うん、めちゃんこうめえ。なんだこれ。私ですね、うん、うますぎるなこれ。アウトドアで飯作るのも全然いいんですけど、その作れる場所って結構限られてるんですよ。どこでも火使っていいわけじゃないですし、そんな私がですね、試行錯誤を重ねた結果、ちゃんとコンビニのご飯とか買って、あとパンとか買って車の中に入れといたんですけど、でもですね、それも結局なんかこう毎回同じになっちゃうんですよ。どこに行ってもコンビニなんで、全国どこに行ってもコンビニじゃちょっと面白くないでしょ。新宿にいるのと変わんないじゃないですか。だからなんかちょっとご当地のこういう例えば市場で買って何か食いたいなと思った時に、
この技を思いついたわけですよ。まあ貧乏くさいっちゃ貧乏くさいっすけどね。でもうまいからいいんじゃん。ああそこで下関でカナダの甘エビ食ったなって俺は思い出すわけですよ。しかもこのクソ寒いクソ寒い公園で猫も食わない甘エビを。うん、味は完璧っすよこれ。ちょっとね甘エビの量が多すぎた。半分でもよかった。で俺のポータブル冷蔵庫の威力見ました？凍ってんすよ。氷がそのままなんですよ。あれ買ったのが何時？昼何時ぐらいだろうな。あれ1時ぐらいじゃないですか。で今6時ですからね。5時間ぐらいで氷が全く溶けずにさらに凍ってたっていう。あの冷蔵庫があると食費がものすごい浮きますね。あとお土産何買っても持って帰れるっていう素晴らしいですよ。あと電子レンジ積めば完璧なんですけど、さすがに車に電子レンジは積みたくない。そこまで便利になりたくないっていう、そういう気持ちわかります。なんかちょっと足んないぐらいがいいっすよね。旅とかアウトドアって何でもかんでも持ってって家にいるのと変わんないんじゃん。じゃあ家にいるよって話ですからね。うまいうまい、うん、ゲロうまうまい。おーゲロうまいなこれ。ごちそうさまです。あにゃんこ先生にあのなんか昼間市場で買ったあれをあげよう。なんだったっけ、なんかほらガン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 ハンマーでやってたやつ俺すぐ忘れちゃうんですよ。デベラガレイ持ってきます。にゃんこ先生が警戒してる。おいでおいで、これやで。来た来た来た、これです。デベラガレー、これはさすがに食うっしょ。これあそこのおばちゃんがバンバン叩いてくれたやつ。でかい？歯が悪いのかお前。ちょいで。しょうがないね、特別だぞ。ほらむしってやるよ俺が。これ食ってみ。これゲロウマだぞこれ。下関が生んだ最高傑作だぞ。歯が悪いのかもしんないね。お、食った。うまいやろ。あれ食っとらんね。あんたグルメ界や。これあんた食ってくれんと、これ全部ゴミにしなきゃいかんくなるぜ。これちょっと食ってみ、ほれ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 。つかお前よく見たらすげえ太ってんな。あらー、いっちゃったよ。すごいね。あんたすごいね。しょうがねえな。何食ってんだろうあいつ。すげえ太ってたよね。なんかこの旅でやっと三脚が役に立ったような気がするよ。で公園で食うと水場があるじゃないですか。水場があると手洗えるじゃないですか。手が洗えると綺麗じゃないですか。わかります？それですよ、それそれ。よし完璧だ完璧だ。なんかアウトドアっぽい。ここちなみにさっき釣ってたとこ言えてないよね。寒すぎて舌が回んないですよ。さっき釣ってたとこです。もう夕まずめは完全に諦めました。ホテル旗小屋帰って風呂入ろうかな。僕の旅のモットーは休めるときに休むですからね。今日2泊取ったじゃないですか。今日2泊取ったじゃないですかじゃなくて、旗小屋2泊取ったでしょ。今日なんかはもう完全骨休めでもよかったんですよ。旗小屋から一歩も出ないぐらいでもよかったぐらいの怠け者です。ありがとうございました。お世話になりました。さあ行きますか。あれ手洗ったのにまだなんか臭い。
まあしゃあないですね。でも新車なんすよこのリーフ。なんかなんとかなんないかな。あ、そう、アルコールランプを買おうと思って。アルコールだったらほら、こういう時に手一気に綺麗になるじゃないですか。匂いも取れるし。よし、アルコールランプを買おう。アルコールランプってアルコールストーブね。宿に帰ります。旅小屋です。あそこの釣り場から旅小屋まで18分っす。宿が近いっていいっすね。気が楽です。すごい、もっと気が楽なのは車中泊なんですけどね。というわけで最大の謎はですね、あの猫の好物は何なのかってことですよ。すげえでっぷり太ってましたからね。で、時間は今6時半です。ただ夕間詰め時で釣ろうともや釣れるのかもしんないですけど、うん。まあ、全然知らないところに暗い時間に行くのは危ないんで、やめといた方がいいですね。で、今日釣ってたあそこ、当たりは結構あったんすよ。なんか、一回ガッと来て、でもその後ないんすよね。だから根がかりかなって思うぐらいの。なんかいい感じに潮も流れてて、ストラクチャーもあって、釣れると思うんですけどね。でももう一人の人も全然釣れてなかったんで、釣れてなかったんですよ。話してみて。で、その人も同じような当たり方してるって言ってましたから。左方向です。ただあの人ずっとあの後粘ってたのかな？わかんないんですけどね。なので、僕の腕が下手くそってわけじゃないんじゃないかな。いや、俺は下手くそっすね。下手くそです。すいません。俺の腕のせいです。ちなみに釣れたらですね、僕の車冷蔵庫あるじゃないですか。冷蔵庫があるんで、その冷蔵庫の中に入れていつまでも保管できますから、いいでしょ？いいでしょ？冷蔵庫があるとですね、クーラーボックスに氷入れておいてもいいですけど、氷もそんなめちゃめちゃずっと持つわけじゃないでしょ。氷をこう買い替えたり入れ替えたりしなきゃいけないんで、それって結構めんどくさいじゃないですか。だからこういう旅をしながら、車中泊しながらですと、冷蔵庫の中に、まあ冷凍庫なんですけど、あれ冷凍庫でも冷蔵庫でも両方いけるんですけど、あそこに釣った魚を入れておいて、火を使えるような場所、キャンプ場みたいなところに着いたら、そこで初めて調理するなりなんなりすればいいんですよ。旅小屋みたいに泊まった旅小屋みたいなところに泊まった時でもいいんですけどね。でもさすがに火も使えないし、煮炊きも難しいんじゃないですか。刺身ぐらいならいいかもしれないですけど、魚さばくと匂いが出ちゃいますからね。なんか宿の人に悪いなっていう気がしちゃって、どうもできないっす。で、明日はどうしようかな、全然考えてないんですけど、明日宿が今日泊まって明日出るんですけども、次のことは全然考えていなくてですね、まあ明日起きたら気分と天気で決めましょうか。うん、ドラッグストアがある。よし、アルコールストーブの材料であるアルコールを買いましょう。ちょっと多分割高なんでしょうけどね。でもしょうがない、背に腹は変えられないといったところもう閉まってる。ディスカウントドラッグコスモス。買ってきましたけど、俺重大な点を忘れてました。車内に置きっぱなしにすると引火しますね、これ。ダメだ。20度で引火するらしいんで、これはちょっと考えないとな。アウトドア用品は全部車の中に置いときたいんですよ。そうなるとアルコールストーブはな、ちょっと怖いな。冬の間はいいですけど、夏の間は車内とんでもない暑くなりますからね。そう考えると炭の方が安全で、かつ日持ちもいいんで。ちなみにですね、アルコールストーブというかアルコールを燃料にしてご飯を作るのと、炭を燃料にしてご飯を作るのだったら、圧倒的に炭の方が火力が高いです。火力が高いっていうか持ちがいいんで、いろいろできます。アルコールストーブはもう文字通り燃費が悪いんですよ。あっという間になくなっちゃいますからね。ただいろいろ手洗ったり片付けが楽だっていうのはありますから、なんとかうまい方法がないかな。お、これ下関の駅前ですね。今日昼間行ったところ。すごいな、なんか綺麗だな。なんて書いてある？のネイチャードーム。ネイチャーにしては優がないな。なんて書いてあるんだろう。なんとかドームであることは間違いないんですけど、おー、すごい。
いや綺麗ですね下関、すごいいいところ。住んでみたいですね。住んで釣り三昧したい。そんであの、あ、何あれ、絶対うまい店発見した。なんか大衆食堂みたいなの発見しましたよ。おかしいな、飯さっき食ったのにな、すげえ腹減ってきたの。まあ明日でもいいっすよね、明日の昼飯とか。やべえ、また発見しちゃったよ。日の出丸だって居酒屋。僕酒ほとんど飲めないんですけど、居酒屋の料理がすごい好きなんですよ。一人で行って、でもまあ居酒屋行っていいっすよね、ウーロン茶飲んで飯食うだけでも。あーよし、車なんで飲めませんって言ってウーロン茶を頼もう。やばい、一石二鳥。俺が下戸だっていうのを隠しつつ社会規範を守る真摯な自分を演出。あー、昼間釣りしたところっすよねこれ。観覧車がめっちゃ綺麗だわ。綺麗だな。乗っちゃう？いやでもな、男一人で乗ってもな。で、全然関係ない話していいですか？フィルミックプロで今撮ってるんですけど、結構夜でも、例えば右手にあるホテルのあのイルミネーションみたいな、あと左手の今なんかこうクラシックな建物の、あ、郵便局だって。で、夜でもこう映るものがあれば良くないですか？で、それに対して夜中にですね、国道みたいなのをずっとひたすら走ってると明かりも全然ないんで、僕が見返しててあんまり面白くないんですよね。なので夜はあんまり撮らないようにしてるんですけど、これ下関いいっすね。なるべくこの自分の旅の記録でもあるんで、これ撮ってはおきたいんですよ。なので夜ちょっと見にくいだろうって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっと我慢していただいて。あ、ほら、関門海峡がライトアップされてるのかどうかわかんないんですけど、綺麗に映ってますね。カメラに映ってるかどうかわかんないですけど。おお、下関だよ。すげえいいとこだなここ。あ、すごい、あの九州側の対岸の街の明かりがものすごい綺麗です。やばいっす。これ今上にかかってるのが関門海峡で、ちょっとライティングっていうか、まあちょっとなんちゅうの、こう明かりをこうつけてあるみたいな感じになってます。雰囲気あっていいっすね。やばい、道間違えた。ジャッキーチェーンだったらあそこの関門海峡のところでギリギリで戦って落ちたと思わせて、下を通るタンカーの船の上に着地するみたいな、まあ、そんぐらいはやるでしょうね。もうこの大事なところで噛んじゃうのなんとかしてほしいですよね。ここを一旦曲がってですね、映りますかね、左側が九州なんですよ。あれ北九州市になるのかな、よくわかんないですけど、すげえ綺麗ですよ。近いんだなっていうのがわかります。こんだけ近いと泳いで渡れるんじゃないですかね。ここを入ってくんですよ。もう絶対わかんないだろうっていう道を、もうこここそ何も映んないから面白くないですよね。ああ、ほら見えた、ファミリーロッジ旗小屋。ちょっと飛んじゃってるねこれね、見えないね。さすがに夜中は難しい。ただフィルミックプロの名誉のために断っておくと、さっきの白飛びしてたようなところもマニュアルで露出をこう移動させれば綺麗に映るはずです。お疲れ様でした。お、来た。これが一般道から上がってきたファミリーロッジですよ。あれあるでしょ、ここでしょ。こっち入ってっていいのかな。あ、書いてありますね、インって書いてある、イン。よし、ロッジ。駐車場はどこよ。こっちもいいの、こっちもいいの、いいんだね。この旗小屋の中にこういう感じでこうキャビンがあるんですよ。で、ここの関門海峡を眺めながらこんな感じですよ。あ、いっていいっしょ。こんな感じですよ、割といいんです。で、それよりもさらにいいのはこれ、障害者用のトイレがちゃんとあるところ。
あね、こういうのを評価したい私。いやマジで、割とマジで。だって気兼ねないじゃん。なんかだってもう俺の父ちゃんとか母ちゃんとかが車椅子になってももうここなら連れてきてやれるって思うもん。だってほら車椅子でもうダーンってきてもこのままトイレじゃん。いいよね。だから車で、車からそんなに階段登らなくてもここまで来れるでしょ。ね、旗小屋ね、ナイス。旗小屋最高。こういう気遣いはいいと思う。素晴らしい。さあ風呂に入りたい。あ、洗わなきゃいけないんだ。2日目なんで4400円なんですよ。この部屋この広さで4400円ってやばくないですか。安く泊めていただければすげえアピールしますから。旗小屋これはねもうちょいいっすよ。友達少ないですけど、もう4人ぐらいならなんとか集められますから、なんかファミリーで行ったらお得だ的な感じでも動画作りますんで、ぜひぜひお願いします。でこれ買ったんですよ、さっきのドラッグストアで。燃料用アルコール、これ 500ml で498円でした。まあ安いっちゃ安いんですけど、でもこれ一瞬でなくなりますよ。一瞬でなくなって、ちょっと調べてみたところですね、これメタノール、エタノールじゃないですか。僕消毒に、手の消毒に使うって言ってたんですけど、ちょっと強すぎるからやめた方がいいかもしれないですね。手が荒れるかも。薄めて使うとかなら大丈夫なのかな、どうなんだろうな。でもメタノールって書いてあるからね、エタノールはいいんでしょうけど、ちょっと調べてみないと何とも言えません。良い子は真似しないでください。でですね、あとこれ車の中に置いとくと引火する可能性が大でございます。なので僕は車の中にアウトドア用品全部入れておきたいんで、これはですねちょっと考えもんですね。今回の旅で全部使い切るか、冬の間だけにするか。でも冬の間だけ置いとこうって思っても絶対に忘れるんですよ、夏になるまで。火がついて初めて思い出すとか、そういう性格ですからね、しょうがない。で今日の夜食はこれ。ごちそうさまでした。割とうまかったね。っていうのは冗談で、あんまりごま油の味がしませんでした。これは美味しくなかった、すいません。そして今回ダイソーで大量買いしたアイテムをご紹介いたします。あれおかしいな、全部2色というか2個ずつ買って 2,4,6 6個ずつ買ったはずなのに 26g が1個ない。どっかにあんのかな、あれないな。じゃあ買い忘れたんでしょう。まあこんな感じです。ダイソーのジグ、これね割合には釣れるんですよ。まあ釣りの下手くそな僕が言ってもしょうがないんですけど、そしてこれスナップリング、よくなくすんですよこれ自体を。なんである時に買っときます。でハリスですよね。ダイソーのハリスは絶対にやめた方がいいっていろんな釣り人に言われるんですけど、僕はまあいいかなって思ってます。本当は3号じゃなくて4号が欲しいんですけど、3号がなかったんでしょうがないっす。でこれちょい投げ、これはですねまあなんつうんですか、面白いかなっていう、やったことない釣りなんでちょっとやってみたいなっていうだけです。そしてみんな大好き蓄光シール、これ何に使うかっていうと、このジグに貼り付けるんですよ。そうすればグロー系のジグが爆誕するということです。ただ一つ問題がありまして、このグロー系のジグを作ってもですね、僕一回も釣れたことないんですよ、すいません。であと CR2032 電池ですね。これ僕超使ってるんですけど、あとあった、これもだ、これも買ってきたんだ。このリモコンね、なかなか売ってるところが限られていて、これがめっちゃいいんですよ。このリモコンでバチ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 やって動画を短いクリップ作って、でそれを携帯の iMovie にぶっ込むだけなんですよ僕の動画って。ほんと手抜きで申し訳ないんですけど、でも手抜きできないとやってらんなくなっちゃうんで、でこれですよ、このゴムリング。このゴムリングは何かっていうと、これについてるようにここにゴムにをつけて、ここでこうやってやっとくんですよ、こうやってね。そうすると楽ちんでいいでしょ。それと iPhone11 のソフトケースがあったので、これも買ってみました。
今こんな状況で撮ってんですけど、これ前買った動画出すか分かんないですけど、ウランジっていうところの iPhone のカメラのリグなんですよ。でこれがですね、これ iPhone X なんですけど、 iPhone X をこうバチッとやるんです。でもただこのままバチッとやるんじゃなくて、これをかませるんですよ。ちょっとなんかマジックテープついてて本当申し訳ないんですけど、こうやって入れてっていうか、これをこっちの本体の方にはめておいて、でここでうまいこと隙間をなくすっていう感じなんですよね。でこれとこれがクリソツじゃないですか、つうかこれ同じなんじゃないかなと思って。でこれ俺このウランジのこのリグすごい気に入ってんですよ。よく使ってるんですけど、でこっちが消耗品なんで傷むの早くて嫌だなと思ったんですよ。わざわざこれを買うためだけにもう一回3800円も出すのは嫌だなと思ってたところを見つけちゃったんですよ。これ多分バチコンとハマるんじゃないですか。あ、ハマるわ。ちょっとはめてみますね。なんか微妙にはまんないですね。なんかほとんど同じなんですけど微妙に高さが違う。微妙に。そしたらこれどうしよう、いらねえな。どうしようね、削ってみる。めんどくさいな。まあいいや、100円だし。これが3000円とか4000円だったら泣きますけどね。じゃあちょっとグロー用のあれを作っちゃいましょうか。全部貼らないんですよ。どれにしようかな。そんなに真夜中やらないんで、やっぱ日中がメインじゃないですか。で夕まずめでちょっと暗くなった時とか、朝まずめで早く着きすぎた時にちょろっとやるぐらいなんで、どうしようかな。これブルーピンダブってっから、これとこれとこれ、これとこれにするかんじゃん。でこうなるでしょ。でさっき買ったアルコールで脱脂します。脱脂、表面の油を取ってテープの粘着性を高めます。なんだ、出ねえじゃねえか。こういうことだ。これをぶち取ればいいのに。あ、危ねえ。もう危ねえっていうかちょっと垂れてたよね。こんな感じ で手早く拭いていきます。あんまり強くやると表面のあれが取れちゃうんで、まあ、軽くでいいですよ。軽くで軽くやりましょうか。やべえ、めんどくせえ、釣れた、ティッシュが釣れた。でどう貼り付けるかなんですけど、適当です。もう本当に適当です。こんな感じでいいんじゃないですか。ちょっとぐらいはみ出てもね、その方が釣れるんですよ多分。いや、わかんないですけど、こんな感じです。で僕がなぜこんな太いのをこう貼ってしまうのかというとですね、ジグパラって皆さんご存知かと思うんですよ。ジグパラのルアーを一回使ったことがあってですね、ジグパラのグローってこんぐらい太いでしょ。あれが釣れたんすよ。すごい釣れたんすよ、ジグパラの。嘘じゃないっすよ、本当に。でジグパラのグローがこんぐらいなんで、これぐらいでもいいんじゃないかなっていう感じなんですよ。確かラインは3本か4本ぐらいだったような気がしますね。あ、ずれちった。まあいいか、こんなもんだ。こんな感じっすよ。でもうこれでいいんじゃないですか。こんな感じで、ほら、あ、もうえらいずれてんねこれ。大丈夫、こっちとこっちと。でもほら、この方が美味しそうじゃないですか。釣れなさそう、釣れなさそう。で本当はですね、ここのところにマニキュアを塗った方が表面のコートは良くなるんですけど、でもただですね、これが剥がれてくるよりも先に僕が根がかりでこのルアーをなくす方が率が高いんですよ。統計上そういう統計が出てるんですよ。なので何も塗りません。でこれをもう一個、今度は 28g2 貼り付けます。いいのかな、こんな適当で。まあいいっすよね、こんな感じです。まあ貼り付けてるとこなんか見たくないっすよね。飛ばしましょう。やばいっす。見えます、ね、これグローじゃないっすよ。これ間違って貼り付けたのを剥がそうと思ったら、ほら表面の塗装が剥げちゃった。これはこれが弱いのか、それとも僕が脱脂したことによって何かが起こってしまったのか定かじゃないですけど、でもここ剥げて鉛見えてるじゃないですか。貼っちゃえばいいんですよ。
貼っちゃえば。ほら、なんか問題ありました？何かありました？全然余裕でしょ。ほら、でとりあえず3つ完成っすよ。そしてですね、もう1個これなんですけど、開けるの手間取ってるんでちょっと話聞いてもらいたいんですけど、と言いながら別に話すことは特にはなくて、ジグパラはですね結構僕好きで使ってたんですけど、ジグパラを1日で6個なくしたことがあるんですよ。そっからですね、もうジグは安いやつしか買わないと、僕が上手くなるまでは買いませんよっていう風な感じなんですよね。さあ、でこれですよ、これどうしましょうか。ちょっとでかすぎじゃないですか、これでかすぎじゃないですか。あ、でもでかすぎもいいかもな、あえての。まあ、こう貼るしかないですよね。腹を光らせます、それとも、まあいいか、適当っすよ。まあ、この安いんでね、いいんじゃないですか、こうザ適当って感じ。いいのかな。でもこれで釣れたりするんですよね。釣れたりするっていうか、その魚釣れる時、僕が言ったわけじゃないですよ、もう本当釣り基地の先輩が言ってたんですけど、活性がいい時は何を投げても釣れるって言ってました。で僕一回シイラが入れ食いになった時の現場に居合わせたことがあるんですよ。で5匹6匹釣って、あ、こんだけ釣れるんだったらいろんなので釣れるのかなと思って、ホッパー投げてみたり、スピナーってこのくる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 回るやつあるじゃないですか、100均で売ってたやつを片っ端から投げてみたんですよ。片っ端から釣れましたね、本当に。だからシイラがホッパーに食うって聞いたことある？いや俺はもう本当素人なんで何とも言えないんですけど、あ、これちょっと良さげじゃないですかねえ。なんかちょっと貼り付け方がちょっとここ気になるな、これ。まあいいか。あ、割といいかもしんない、これはね、割といいかも。あ、これは、あ、これ釣れる気がするわ。よし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 、これ新しいよ、新しい。あれ、蛍光シールどっか行っちゃった。あ、これか。おーイエス。で、あとはこれでしょ、これもそれでやっちゃうか。んじゃあ釣れっかな。ほら、また斜めっちゃったし余っちゃったし。でこれがですね、剥がすとまたデロンってなっちゃうけども、まあそんな気にしないですよね、そんな気にしないですよね、男の子ね。よしよし、じゃあ行きますよ。こっちもね、ピロッと行きますよ。あ、貼り付けるとこなんか見たくないって分かりましたよ。どうすか、悪くないんじゃないですか。でこれ最後 18g なんですけど、 18g はさすがに余っちゃうんじゃないかな。いや、これはちょっとあれでしょう。でもまあ実験ですよ、どれが一番釣れるのか。でもどれが一番釣れるのかじゃなくて、まあたまたま魚がそこにいた時にどのジグを投げ込んだかだと思うんですけどね。俺、自然界って結構厳しいじゃないですか。だから魚も餌をそんな選んでるわけじゃないと思うんですよね。いや俺だったらね、俺が魚だったらもう食えるものは食える時に美味しくいただいとくっていう、そういう考えで生きていると思うんですよ。だからもうとりあえず何か来たら食っちゃうみたいな。で魚が釣れない時はいないんですよ、そこに魚が、出張中なんですよ。よし、いいっすね。でちなみにですね、ここ分かります、ここがこうピロってなってると、これはね剥がれやすいから切った方がいいかもしれない。だここもこれは切った方がいいですね、そんなに手間じゃないですからね。何気に細かいんですよ俺。何、切るとこ見たくないって。分かりました、できました、こんな感じです。こっちはちょうど使い切りましたね、何も考えてなかった割にはよくやった。でこれは3つ余ったんで、まあ、どうしようかな。じゃあちょっと電気を消してみましょうか、せっかくなんで。ほいほい、どうすか。いや真っ暗すぎて全然見えない。そして光ってないじゃん、何これ、映ってないじゃん。分かった、まだ十分に蓄光されてませんでした。ちょっとこれで今 iPhone ライトつけてんすよ、それで待ちましょうか。その間ワイは風呂入ってくるけん見とって。もう腹が減って目が覚めた。でこのセブンで買ってきたご飯ちゃんを夜食で電子レンジで温めて食う。
このデビラカレーを、そういや何分ぐらいやるって聞いてなかったな。こっちはできた。お、熱々。よし、できた。あっち。あ、しまった、これ。光を貯めて明るくなったところを映しますって言ってたのもうすっかり忘れた。まあいいや。で、これですよ。デビラカレーですよ。で、しかも言っていいですか。これもよく叩いて食えって言われてたのも忘れた。夜も夜なんでね、ガンガン叩けないっすよ。うまい。あ、うまい。確かにこの真ん中の骨硬いっちゃ硬いっす。でも食えないほどじゃないっすね。うまいわこれ。うんうんうん、おいしい。あ、これうまいわ。うまい。なんか全然しょっぱくなくて、もうほんとほんのり塩味みたいな感じなんですよ。でも白身の魚の味はしっかりしてる。これ美味しいな。見た目もいいっすよね。なんかね、魚食ってるって感じする。うまい。炙るとうまいっすね、やっぱりね。炙るとうまいっていうか、炙って食えって言われてたか。顎が疲れる。これはまあおやつに取っといて、こっちっすよ、本命。確か280円で、こっちが80円だから360円。いいっすね。で、俺ぐらいのレベルになるとのっけちゃうんすよ、こう。あ、完璧だなこれ。いただきます。熱そうだな。どうだどうだ。いただきます。セブンイレブンすごいね。よくもまあ冷凍食品でこの味出せると思うよ。これはすごいわ。うまい。だからですね、この安い牛肉ってタレの味しかしないじゃないですか。で、タレを濃くして肉の味をごまかすみたいな感じなんですけど、これですね、なんていうんですか、味がそんなに濃くないですね。濃くないけど、なんかこう肉の味、肉の味っていうか肉の旨味っていうのはまあ正直そんなには感じないんですけど、なんか上手、その味付けが上手。乾燥になってないですね、すいません。で、これニンニクの芽なんですよ。いい感じになってるわこれ。すごいな、このデベラが止まらん。これならさすがに映るでしょ。おー、良さそうじゃん。俺が魚ならまあ食わないけどね。なんだこれって感じでしょ。で、電気をつけるとですね、こんな感じ。電気を消すとこんな感じ。どうよ、楽しみだな。やばいな、楽しみすぎて眠れないなこれ。